崎せよ赤マシマシマシ TV でーす、はい、さあ来ました、うん、立川マシマシ5号店、まあ、神保町店ということで、はい、行ってるんですけども、まあ、立川マシマシ自体は2回目ですね、うん、まあ、半蔵門線の徒歩3分という場所でございまして、お茶の水駅前にあった立川マシマシがこちらにまあ移転してきたわけですけども、うん、何を隠そうね、もともとこの場所にラーメン二郎神田神保町店があったということで、内装でね、そうそう、大体ね、おかっぱ時代の私映ってますけども、いや、あの二郎そっけ、あ、そうですか、でですね、もともとはですね、こちらの5号店、マシライスとカレーうどんしかなかったんですよ、最初は。ところが、今はラーメン汁なし麺とマシライストッピング類。まあ、このマシライスを麺に変更とかはやってたんだけどね。そうなんですよ。で、ライスの方がメインだったってことですか？まあ、そう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 。まあ、あと、うどんか、うどん、ちょっとレアなところだった、で、今回はそのマシライスのですね、豪華版を頼んでおります。こちらです。ね。コールシステムはなし。なるほど。で、マシライスのこのルーをね、ちょっと追加してて、ニンニクはセルフということで。オープンセット。オープンセットです。はい。こちらにはですね、粉チーズ、ニラキムチ、そしてまあ豚ですよ。これがまあ入ってくるということ。ちょっと顔みたいに見えますね。まあ、まあ、盛り付けにちょっと。ね、これがね。鼻ね、うん、卵がね。卵黄はマシライスすべてについてて、白身がない状態でこうカポッと入れてくれるという。はいはいはい。私は大好きなトッピングで。これさあ食べてる。珍しいですね、カレー。あ、まあそうね。まあまあまあライス系のはなかなか頼まないんで。スープでこのチャンネルで、ね。行かないんですけど、箸で行くんですけど。一旦箸でね、豚は行きますということで、なかなか掴みにくいんでね。でね、ライスはスプーンで食べる。カトラリーの使い分けがもうね、大切だから、食べ方がもう大事なんでね。まさに防空セットらしいですね。魔王的な。まあ、ライス食ってる時に言うことですかね。まあまあまあ MP が来るだということでね、やっておりますけども、マジックマジックパワー、おー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 、な、目まぐるしいな、ちょっと熱が出てきちゃった。まあ、どんどんいきますけども、みりん風味の甘さがね、ふわっと広がった非常にうまい豚そぼろというルールが入っておりまして、はい、やっぱね、この卵黄だよね、これ何個も買っちゃってもよかった、潰したね、これがね、まろやかさとそぼろの甘辛さ、まあ、王道的なね、いいですね、まあ、ちょっと日本人が好きなあの味のうまさというか、日本人が好きな、なんかもう夕方にこう漂ってくるあの匂いみたいな、分かるようで分かんねえの、絶妙に家庭的な感じもある、あ、そう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 、イラキム口はですね、ほんのりと冷たくて優しい辛さなんで、うん、すぐこの白米が欲しくなっちゃうような、あ、ご飯が進む感じで、またね、魔法みたいなイラキム口ですね、さあ、さらに、あ、そう、これがニンニクセレクということで、はい、まあ1杯来て、あ、2杯いっちゃうよね、これね、刻みニンニクで、で、粉チーズいっぱいかかってるんで、このニンニクと粉チーズも混ぜていく、あ、そう、いや、これですよね、この混ぜ方、やっぱりまあマシライスなんでどんどん混ぜていっちゃって、で、チーズの酸味とこのニンニクの強さね、白米でこう包んでいくと、あんまスプーンレンゲみたいに使っていない、そうっすか、左手スプーン、ね、音もね、これ同時にこうね、珍しい2つのカトラリーをね、あ、そして卓上開始来ましたね、やっぱりちょっとだけです、ちょっとだけなんで、ちょっとだけなんでね、しょっぱレベルは、あ、3です、なるほど、意外とどっちかっすよ、マジで、え、もうなんすか、なんかいろんなしょっぱレベル味わえるか、はい、腎臓壊れるのがちょっと、まあ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 、でも意外とかけてないんです、今回は大さじ1杯ね、してるんで、え、ゴリゴリタイプの黒胡椒もございます、はい、ね、たっぷりと味付けをして、めちゃくちゃわんぱくな右手で食って、いや、ストックをなんだよ、いや、マジレンゲだな、海賊みたいな食い方だったね、海賊か、海賊、箸だけど、ちょっと連れていきましたけども、ご飯を口に入れてからおかずを含む派です、私はね、いや、もうどれがおかずなのかもう確かにゆっくり見ていただくと分かると思いますけど、肉は甘辛系なんでね、胡椒返しの投入でしょっぱさを足していくのも、はいはい、ありありのあり、ね、さあ、そしてね、マシマシライスにはなんとスープもついてくるんで、うん、こちらのスープはですね、だからラーメンを頼んだ時のスープとは全然違うあっさりスープなんで、だから、まあ、具はね、豚野菜が適量入っておりますからね、あ、そうなの、そう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 、だから口直しに非常に便利というものを与えてくれるね、口直しだいぶ中間に食ってるけど、あ、いやマシマシライスにはついてくるんですけどもね、これね、うずら入れてもよかったかなという、あるんですね、そうなんですよ、なるほど、写真で見るとすごくうまそうに映るんで、うずらね、食欲を増進させるトッピングをもっと買ってもらったら、ごちそうでした、ね、ということで、ご覧ください、ライス量などで表しております、今回は麺ではなく、マシマシ 89.7 号です、
ふっくら度。ふっくら度です。ご飯のふっくら度は、まあ、平均的ということでね、頑張りました。ということで、しかも、松田さん、いっちゃいましたね。これで残すところ、僕が神保町で行ってないところは、立川マシマシの向かいの、はい、用心棒さん。あ、用心棒行ってないですか。あ、なぜか行ってない。あ、いや、2回配信せずに行ったんだけど。あ、なるほどね。なぜか撮ってないという。あ、なるほど。僕も撮ってない理由はわかりません。うん。なんでなの。そこ今度行くしかない。いや、そうね。用心棒の話しちゃってますけども。あの、ラーメンも始まってますんで、これまでマシライスしかないから、足が遠のいてたという方、始まってるんですよ。行ってみてください。立川マシマシの全制作なんですか。あ、それはちょっと。じゃあもう制覇しましょう。じゃあ次はもう立川マシマシで。名古屋にもあるしな、はい、いやもう遠征しまくってるのか。ああ、そっか。今さら沖縄とか行ってんだから。そうだ。じゃあ行けるか。行けますね。立川マシマシもちょっとね、今後ご期待ください。はい、ご相談です。Thank you.